Welcome to my channel. This is Sam and I'm glad it. The last video was too long, I know. The boss. Too many resources while fighting with him. So I will go out to different places and ありがとうござりんす。やり直したね。また来ておくんなんし。I don't think they have respawn. よく来たの。Yeah. They did not restock. またいつでも。いらっしゃい。They did not restock. Why didn't they restock? また来ておくれよ。ちゅるり。Then, maybe I will go to Panda then. कुछ है नहीं यहाँ पे करने को इस जगह में. この勝利、貴殿あってこそだ。やんのかこれ。ベラボリ。少し頭を冷やすといい。あ、悪い。武蔵ちゃんの買い出しにささやかだけど、これ三浦屋特製のおむすびだよ。あんた食べたかったんだろ。二人とも、この前はどうも。おかげで太夫も喜んでくれたわ。Okay, यहाँ पे आएगा तो ये फाइट कर लेता हूँ फिर से।君とならいかな相手も敵ではない。セイバー、待ってよ。そうだ。
空の方だ。大技が来る。構えろ。この景色、いつかを彷彿とさせるな。ああ、以前は結界に阻まれたが、イオリもあの時とは違う。結界を打ち破れるだけの力はついていよう。そう願いたい。神田に向かい小説を止めよう。セイバー、行けるか？あ！気を配るのじゃ。魔術を使ってきたか。破れる結界があるようじゃ。
い手が悪かったな。よう、かようなところに伏兵とは。小説を慕う浪人は多かった。ここも同様だろう。はあ、人は殺してはならんのだよな。加減は面倒だというのに。破れる結界があるようじゃ。覚悟。二点一撃、とくと味わえ。揺るがぬ血のごとく。Water stance is super strong. 終わったか。お任せくださいまし。私の思い受け取ってくださいまし。ん？イオリを助けてやってくれんか。That enemy is going that way. Chirashimasu.Ha!
覚悟は良いか。そこだ。Come on, second round. あれでか。清き水よ。大体流れ海へと至りて星をなせ。絶技。発揮。怒涛。仕掛けてきよったぞ。敵が軒並み素早くなったか。さすがはライダーといったところかな。面倒だな。準備万全だぞ。ふふふ、力を貸してやろう。私も負けていられないな。
部にせよ。二点の道、未だ半ば。リソを使いこなせておるようじゃな。あらら。頼む、セイバー。任せておけ、より。戻ったぞ。私の敵ではなかったな。我らが地、敵に狙われ。セイバー、行けるか。あ。しかと片付けてきてやったぞ。I just used Saber Intercept twice, so I can't use that.They were intercepted again.Fudobashi is in under my control now, I think.油断せず行こう。
Come on. この調子で行くんじゃより、小説まであと少しじゃぞ。I don't think it's going to be this easy. うむ、今こそ決着の時だ、より。いや。無事に進めると良いが。小説は軍学者だ。さて、いかなる陣が敷かれたものか、一層気を引き締めてかかろう。कुछ नया था ユイメ、逃げも隠れもしないのだが、望むところだ。So dolls मैंने पहले नहीं देखा था कहीं。気づいてる。人ならざるものばかり。いささか妙ではない。来月の器を手にしたら、祭典の上に引き出す必要がある。どうした？This too, I will use this too. You know, it requires like too much. This gem is like 16 now.What is here? See.
の気配。玉縄で戦ったサーヴァントの者。無用な争いは避けたいところだ。こたびこそ事の葉に応えてくれればいいが。So you're fighting a servant now. No, I'm not sure. खेलना पड़ेगा इसके लिए くたびれたぞ若造ども、茶にでもするかと思っていたところよ。貴殿、この拠点を守っているのか。ヌシラがハグレの英霊と遊戯を結んでいるのと同じことさな。ユイの指示か。腕、さて、時に宮本伊織、あの娘に代わり一つ尋ねよう。主は何を望んでこの儀に加わった？何がため
あれの前に立ちはだかろうとする。英月によって向こうの人々が傷つく。それはいけない。ये बोल रहे किसी औरत की तरफ से ये मतलब फाइट कर रहा है क्या वो डोरोथिया की तरफ से फाइट कर रही है क्योंकि असैसिन तो मर चुका है इसका भी कोई मास्टर नहीं है ゆえに壊す壊してこの儀に幕を引くさて問答はあっNo second strike. Nice name, bitch. Todo no ere ka. Shino ka kamo no shite. Ore ni wa omoi mo nai na da. Bezu de chuchu naku shime o wakase. Masa. Akashite mo kamawa no yoshi ga aru no ka. Fuck that. Nokorazu shizume yo. Acha. Subete watashi ni omakase kudasai.滅びの時だ。バシュパタ。シバの怒りを持って、ランジラの命をここで絶つ。パッパタ。覚悟。よけてみろ。よい、やつは大技を放つぞ。頼む、マイナス。澄み渡る天のごとく。That was good. Old bitch.それ。
Jesus. しばしお待ちを。知らぬが見事であった。そして人の身で英霊と渡り合うほどの剣士、どれほどの鍛錬がその剣を磨き上げたのか。かか面白い。むしらの手にかかって消えるのもまた一興よ。とアサシンは言っているのだが、より君はどうすべきだと思う？彼はユイに味方していたハグレだし、ここで切っておけば後の憂いを立てるぞ。あ、切ろうか。切らない。俺たちが切るべきはあくまでライダーだけだ。そう言うだろうと思った。そういうことだ、アサシン。ここは貸しにしておく。ふん、なるほど、そう来るか。いい、情けをかけるなとごねるほど殊勝なサーヴァントでもないのでな。だが時にセイバーとそのマスターに一つだけ尋ねておこう。主らは英月の器を破壊し義に幕を引くべく戦うのだと言ったな。それがどうした？確かに道理は通っている。だがその一念を貫くのは容易ではあるまい。どれほど優れた武人であっても、いや、武を求めるものなればこそ欲は捨てられぬもの。願いが叶うという抗いがたい誘惑が主に切って捨てられるのかと思ってな。なるほど、そう疑うのは道理だな。だが俺はさほど器用な太刀ではない。一度抱いた信念はおいそれと変えられん。まあ今はそれでよしとしよう。主の思いは直接あの娘とぶつけ合うがよい。とはいえわしもあれには情がある。借りを返すことに依存はないが、小説との戦いに手を貸しもせん。案ずるな、アサシン。元よりそのつもりだ。決着は俺たちがつける。貴殿は手出し無用を守るだけでいい。では徳行け。あの娘は浅草寺で主を待っている。剣魂一滴の勝負に出る気だぞ。小説が。Oh man, I forgot. Shui is also a girl. He's talking about Shui Shitsu from the beginning. But why did he side with that girl? 勝敗がどちらに傾くか。
Already he has riders. 見物に徹するとするさ。残された時間はわずか。なんだこの揺れは。よもや浅間のお山が。いや。気持ちよく眠っていたというに。この五臓六腑に走る衝撃、聞くわい。じいさん。大丈夫か今の地揺れは。地図を見よより、これは由々しき事態かもしれん。霊脈の支配が解かれた。How did you reach there, man? Yori, 見ろ、ユイだ。 How did you reach there? やつが奨励地に細工を施したか。ユイ小説、敵ながら見事。事前にかような術を仕込んでいたか。こうなればもはや浅草を守りに戻るしかあるまい。あたりの奨励地は放っておけ。まずは直ちに霊脈への接続を断つのじゃ。まあ、浅草で小説に対峙しよう。必ずまたお会いしましょうね。終わったな。ならば浅草に戻るぞ。ユイとライダーは戦争時か。ついに栄月を得たか。急ぐぞ。
have so many things to open here. やはりあの仲違いは芝居か。余興だ。楽しんでいただけたかな。問答は無用。ユイ、英月の器はどこだ。貴様らが土帝の屋敷より持ち去ったとはすでに知れているぞ。それは耳が早い。今しがたここに設置したところだ。あとわずかばかりの魔力で器は満たされ、英月は輝く。セイバー、貴殿の魂、義の長尾を飾るにえとする。そのま改めて問う。宮本伊織、貴殿の願いは何だ。マスターとして貴殿は英月に何を恋願う。俺自身が叶えねばならないものだ。結果よりその過程に意味がある。英月が真に人の手では叶わぬ願いを叶えるのであれば。そうでなくては救われないものが求めるべきだ。だがそれは世にあってはならぬものだろう。それが答えか。正しき人の道、貴殿らしいと言うべきか。宮本より、俺は清廉とは程遠い男だよ、由衣小説。まったく甘い。
そうかもしれん。甘い男ゆえに、こうも言おう。俺を精錬という貴殿。由衣小説、俺には貴殿なのにな。邪法である世のあや、邪、過ちを正す。それこそが、私の、作られし命に宿りし、ただ一つの願いである。作られし命、貴殿は知らぬままだったな。私は、作られた体に命を与えられし存在。ホムンクルスだ。ホムンクルス。ホムンクルス。そう言ったな。ことの葉の意味はわからないが、要は、妖術で編み上げられた。に、しかし、ゆい、その、まるで人のようか。それはそうだろう。我が肉体、森総意見先生が作り上げた一品だ。貴殿は武家の出と聞いた。この世に生を受け、先生亡き後は武家の子として立場を得た。本来であれば肉のからくりに過ぎぬ我が身、疑いや願いを抱くはずもなし。だが世のありようを目にしたその時に、私は私としてなった。This is why the何かを感じた。感じてしまった。我が胸を塗りつぶすこの思い、願い、もはや見て見ぬふりはできん。弱き者が奪われ続ける世の理不尽、死の地獄、生きる術を持たぬ浪人は、デウスを信ずる者は生きることすら許されぬ。貧しき者は今日も飢えている。止める者は今日も笑っているのに。不義、非道、理不尽、日の元の、いや、この世に数限りなく無念の血類にうめく向こうがあろう。私は見過ごせぬ。乱世はいびつな。わっきっそのもっとよとの道見えいい。貴様らには散々苦杯を舐めさせられた。実に見事な立ち回りであったぞ。だがそれもしまいだ。今度こそ仕留めるぞライダー。ライダー手を貸せ。存じました。散り受け頼む。出番ですね。See what I did. You're right now.
気を見せたな。畳みかけろ。残らず沈めよう、アーチャー。すべて私にお任せください。やめて。これで決める。マスターとして不足なし。確かに私はヒデンにそう言った。今のヒデンに我が願いは砕けぬ。私に勝ちたくば持てる全てでこうするがよい。私も総身の力で貴殿に挑もう。離れはしない。遅れを取ったか。来い、手を貸せ。まだ弱いもらった。覚悟は良いか。なべていびつなもの、歪み、ねじれ、おぞましくもうめくばかりで、正しさなど欠けるもので、さよう、どうせこの世は地獄なれば、毎生十波チリアクタになるがいい。我が神明牛御前、御頭天皇の血を受けし鬼子にして、太釈天の僧を持つ祇園精舎の神、すなわちインドラの子、半身である。命ある者は平伏せよ。平伏してさえいれば、何もかも、全て全て。ライダー、これはいかなることだ。それに神明、英霊、源の雷光であると貴殿は私に語った。
まあ、由井小雪様、我がマスター。私こそは源の雷子ですが、ええ、神名としては牛御前。平安の頃世を乱した牛御前、兄弟である源の雷光に。それです、兄弟と伝わっているようですが、私は私、雷光に流れる鬼子たちな。それで、ああそう、いかなるかを問われましたね。いかなるかなど知れたこと、これよりは世のすべてを壊すのです。我が身を含めた世のすべてを壊しましょう。バカな、私の願いがためその魂を捧げるとまで。ええ、誓いました。捧げますとも、魂までも。名を偽り、忌まわしき黒鎧に身を包んだ。全てはその願いが世界を壊すた。違うライダー、私は破壊のためではなく真に正すために。ええ、そうでしょうと、優しきあなた。けれどあなたと共には英月の義を勝ち抜けない。雷光の振りではセイバーたちがそれを教えてくれました。私は私として義を制す。江戸すべてを砕き、人も英霊も皆殺しにした後で、願望期にて私が世を壊す。レジを持って命ずる。ライダーよ、私に従え。従っております、マスター。ライ、止まれ。小説、あなたの願いに我が魂を捧げると、あなたの願いのままにこの牛御前が志願すべてを壊してまいりましょうぞ。止まれ、止まるのだ、ライコ。止まりません。そう、あなたの願いを叶えるまでは。このような、このようなことが。今回は間一髪間に合ったみたいね。師匠、雲間から覗く大怪異、八百夜城に未曽有の危機到来。いや、怪異の類とは桁が違う。あれは神の類だ。それもかなりの大物と見たぞ。空をつく様、なんと神々しき。一息の切れる相手ではないな、師匠。はいはい、そんな顔しない。普通に考えればマスターを切るとこだけど、それくらいじゃ止まらないでしょ。しかり大宝具の展開に成功したならば、もはや私が自陣したところで止まるまい。なるほど、小雪ちゃんはもともと江戸全体の霊脈をあれこれ利用していた。それを丸ごと全部牛御前があの怪物で奪い取ったってわけね。うん、あまたの霊脈と深くつながり、膨大な魔力が真摯に流れ込んでいるはずだ。でなければあの巨体に説明がつかん。紳士もライダーも、もはや私からの魔力など必要とす。江戸八百。はあ、はあ、お、いより。あまたの霊脈と深くつながる。ならば逆さに考えるぞ。霊脈からの魔力を断てば、かい、そうだな、ちょ、ああ、
道理ではあるが。では話は決まった。オッケー。じゃあ手分けして霊脈を片付けちゃいましょう。とりあえず一組につき太めの霊脈い、まずイオリ君とセイバー君でしょ、私でしょ、小説ちゃんでしょ。これで3組3本。せめて4つは欲しいと思う。ならば。お待ちなさいな、伊織くん。武蔵に策あり。おーい、あなたの出番よ。覗き見してるのは分かってるんだからね。ローザ、残る一つの霊脈を私たちに立てと。話が早くて助かるわ。ここはお互いウィンウィンでいきましょう。師匠。ああ、はいはい。お互い得があるでしょって意味。あんなもの放っておいたら義も何もなし。複数の霊脈うんぬんなら、まあ、器も何もかも砕かれて、はい、おしまい。エドが火の鳥が捨てるのか、そいつはいささか困る。では、マスター。ち。はーい、まとまったわね。心強い仲間が得られて何より何より。それじゃあ打倒大会、作戦開始といきましょうか。行くぞ、セイバレミヤクが核も乱れるとは。いやー、爽快爽快。これは切りごたえがありそうだわ。魔力を断つ。私に考えがある。信じてくれ。そのためにもまずは神田を取り返す。しばし待っていてほしい。見えたか。大怪異とのつながりが失われたところにくさびを打った。残った霊脈に連なる霊地を、くさびを起点に一気に魔力を断つ。その通りだ。魔力の流れ、私が封じてみせる。さすれば指し物大怪異とて大きく力を減じるはずだ。私たちが抑える霊地は吉原、上野、浅草あたりかしら。あとは誰がどこを受け持つかね。吉原は私が引き受けます。俺たちは浅草を。こちらは上野ですね。決まったな。ではおのおの力を尽くすぞ。それじゃ、Okay, then. One by one, I have to go. And let's go crisscross. ただいま戻りました、タユ。でね、その、早速で悪いんだけど。なるほどね。牛のもののけを止めるには、ここいらでも人暴れする必要があると。いいさ、言っといで。止めなきゃ江戸は焼け野原になっちまうんだろ、私たちの町。承知。さてさて、小説ちゃんの話によれば、ここ吉原に。いい子いい子。ごきげんよう、さようなら。早速だけど、お引き取り願いましょうか。ひらめいた。ジムは一瞬。
そうか、そうか、面倒だ。それでもいい。最後の手段。次からです。今だけ俺の哀れみを使う。それはてめえの感じだ。二度といらぬ世話を焼くんじゃねえ。試合など。流れを断ち切れ。なぜ無事に済みましたね。これ以上奴らに付き合う道理はねえ。行くぞランス。いけない。アンサー、お前無事ですね、マスター。構わず行ってください。すぐに後を追います。あまり待たせるな。あり抜かるなよ。せやつらを払
わねば霊脈を立てる。とく仕留める。頼む。出番ですね。切れたはずだ。浅草からつながる霊脈、ようやく立てたぞ。イオリ、あなただ。この感じはライダーか。だってば。
士の見業、阻ませはしません。あれは来たな、ライダー。再三言ったが、こたびこそ仕留めきる。避けろ、ライダーが来る。滅びよ。上から来るぞ、かわせ、よりゆるがぬ血のごとく。こっちだ、任せろ。ほっ、そこだ。何故それほどに抗うのです。かように歪な世は全て正さねばならぬ。そして正す手だけはただ一つ。己を含めた全てを破壊し尽くすのです。あなたならばわかるでしょう。小説火の肩、に傷を癒せ。死ぬぞ。ガールフード。来い。任せろ。避けるなよ。上から来るぞ、かわせ、よりどうした私に貸しっぱなしで行くのは許さない。フィル！紳士、侵入者を潰せ。逃がさない。Stop this. ライガン、おっと、二人ともここにいたのね。師匠。ああ、武蔵。連絡は無事に断ち切れたようだな。もちろん、お茶の子さいさいよ。まあ、とはいえ、まだまだ。そのようです。はいはい。全く師匠、弟子使いの荒い師に似たのかもしれません。いいえ、了解。小説ちゃん、知恵もラン、とにかく頭、伊織君たちはライダー。師匠もどうかを。なんと執念深きこと。追いついたぞ、ライダー。あんたらしない。撃たれれば不快は間違いない。認めればな。この程度の力で紳士の歩みを阻もうとは。ああ、なんと肩払いたい。決める。
を抗うことはありません。ごく平服なさい、人の子よ。今だ、叩き込め。上から来るぞ、かわせ、より。
しばしお待ちを。主力をここに体験、雨の村雲の剣。これが神の生き見た。गेम खत्म नहीं हुआ, बस ये पार्ट खत्म हुआ। ऊपर सुशत सुशत सुब बैठ के देख रहा सब कुछ। माबायुई, は待て、小説をどこへ。宮本より関わるな。この女の身柄は我らが預かる。訳を聞かせろ。難儀な男だ。神秘は隠匿せねばならない。これは西洋魔術を統括せし時計塔の総意である。そしてホムンクルスは西洋魔術、特に錬金術によって生まれ出るものなれば我らコイエット家が預かるが筋と。お嬢様は仰せだ。ドロテア殿は知っていたのか。小説がホムンクルスなる身であると、情けは無用だ、宮本伊織。私の戦はここまでだ。だが、それでよかったのかもしれぬ。ライダーの事の葉を耳にして、いくらか思うところもあった。私は、きっと、急ぎすぎたのだ。故に、私の願いもまた、世を乱す過ちに落ち果てた。小説、貴殿の理想は正しい。きっと少なからぬ者がそう信じるだろう。でなければああも多くの弟子には慕われまい。真に平らかな世を望む貴殿の思い、とても美しく見える。貴殿、英月に頼らずとも貴殿の願いはいつか叶う。人としての正しき思いが報われぬはずがない。小説、あなたならば平穏を願い、あなたならば伊織だな。私の手を、この思いが過ちでない。ああ、
貴殿の思い、確かに見たぞ。その思いを裏切るまい。俺と世の平穏が。では。खत्म मेरे को पब्लिश करना है वीडियो रे भाई मदर फिर से रुक गई ये अबे जा भी いいのかあのような約定を交わしてあれと我らの目指すところは近いだからいやいあもうた एक काम करता हूं मैं यहां पे今、武蔵は微笑んだか。行こうセイバー。師匠が何か言いたげだ。さてと。いろいろとあったけれど、ようやく一件落着ってところかしら。ええ、ご助力、痛み入ります、師匠。うんうん、このお礼はうどん2杯で受け取りましょう。で、決着をつけたのは、伊織君とセイバー君でしょ。それに助力も何もね、私がしたくてしたことだもの。そうかしこまられても正直困っちゃいます。でも、そうね。達成感があるのは確かかも。この江戸で切るべきものは切ったって感じ。武蔵ちゃん。うん。多分そろそろ頃合いね。こういうのなんとなく分かっちゃうんだな。ってことで、ごめんね、太夫。私そろそろ次に行かなきゃいけないみたい。次って何だい？ほら言ったでしょ、私は普通のサーヴァントじゃないって。こういう定めを負ったサーヴァントなのです。こればかりは自分じゃどうしようもないのよね。つまり当世から去ると？イエス、そういうこと。待て、霊覚は無事だろう。特に深手を負っているようには。英霊の退去とはちょっと違うかな。エーテルの体を保てずに消えるのとは違って、この私は他の世界へ渡るのです。あまたの可能性、あまたの平行世界を海とすれば、私は流されるまま漂流する小舟がごときもの。今回は英月と、きっといろんな縁に引っ張られてきたけれど、いよいよ次の旅ってわけです。もう旅立たれてしまう、そういうことですか。うん、そう。伊織君は本当に飲み込みが早くて助かるわ。ってことで太夫、最後にあなたの願いを叶えてもいいかしら。こう見えて一応はサーヴァントだもの。マスターの願いのために力を尽くします。私の願いだよ、あんたには好き。もちろん二言はないよ。私の願いを叶えておくれ、武蔵ちゃん。大したことはしてあげられないけれど、せめて全滅を受け取って。武蔵ちゃん、これ以上私を気にかけなくていい。他の誰かの願いなんかに振り回されないで、ただ自分のために切るべきものを切って。I think Dive just released Musashi from those chains. Musashi-chan, あんたはあんたの好きに生きな。とびきりの青空を飛ぶ鳥みたいにさ。
私はもともと魔術なんて使えない。霊樹の使い方だって土帝に一度聞いたきり。けどマスターだったのは確かだからね。今ので少しは主らしいことしてあげられたかな。少しどころか最高の選別をもらったわ。タユ、吉原でいただいたうどんも格別でした。この江戸も私は大好き。ごほん。それじゃあ改めて、伊織くん。はい。私の心残りが何かもう分かってるでしょ。無論です。むしろ口にすべきは俺の方だ。今は亡き父上、日の本最強にして天下一の大剣豪、江戸にも名高き宮本武蔵、こうして出会えた貴殿はきっと俺の定めだ。故にどうか真剣勝負の試合がしたい。ああもう、お侍様ってやつはこれだから。お、世界は違えど我が唯一の弟子にして我が唯一の心残り、大悟の際にて残った未練、武蔵の後始末、女武蔵が受けたまわった。より、正気か。死が特別な相手だというのはわかる。二度と会えぬであろうこともわかる。だが君では彼女に勝てまい。勝つ刀の問題ではない。剣士剣客の端くれとして俺は戦わねばならん。手出し無用、ご意見無用、栄月も何もかも今この時だけは忘れさせてくれ。どうか頼む。そうか、君がそこまで言うのなら許そう。すまん。अब ये सब फाइट डालोगे तो हो भाई। नाकायशी のお話はセイバー。ちょ、ちょ。セイバーに手だ。は。さすがファイトだ。ये साला जिंदगी खत्म ही नहीं होता।行くのか。なあ、はい、君にも俺な、セイバー、俺お前聞こえさっこだそごいやなんとありで、さてでは宮本、ここに夜に その調いざ尋常に勝負。ハードが軸なんボス。私が呼んだのか、英月が呼んだのか、はたまたマサシちゃんが単にやってきただけなのか、ともあれ妙な巡り合わせがなければこの勝負はなかったなんて考えもしたけどさ、あの人ならいつかどこかで巡り合ってまた果たし合いを始めちまうかもね。そうかもしれない。剣の頂を目指してやまな剣士の愛は相手を見られるわね。勝負をつけることは避けえぬ定めか。銃は一戦。空の刀。本当のごとく。
好勝負ジムは一戦なるほどね水の肩だけどうした見よう見まねI'm sorry.
set at here. これは負けかしら。Why is it always like fight to death? I don't like this kind of fights. いや、それの二刀流とは恐れ入った。私でさえそんな手は考えない。まさに絶好絶技。あっぱれな天衣無縫、見事なり宮本伊織。でも宿敵の秘剣を使うとかひどすぎない？それって師匠の二股じゃん。男武蔵にちょっと同情しちゃうな。師匠。さーて、そろそろ行くとしますか。ありがとう。よき戦いでした。
This game will always leave a part of your heart out of your heart. Yori. Saber.眠るにはまだ早い。後始末が残っている。より、ああ、Please let me get back to Asakusa. いい調子だ。Change the voice stance while a strike to the technique and thrust monstrous rival. Uses two swords for only 6 unstrength attacks. Then sword, soaring, swallow, reversal.ようやくだ。ようやくここに永月の儀が終わる。さて、永月の器、これをいかにして壊したものか。I'm just waiting here. I can't take it anymore. So thank you guys for watching. Stay tuned for more. Subscribe. This is it. I'm back.Till then, just stay tuned.